今回紹介するのはこちら、ウェアボックスエリート。こちらは左手のデバイスでカスタマイズ可能なコントローラーになります。こちら Amazon でもすごく評価が高くて気になってたんですけれども、有線のものと無線の Bluetooth のものがあるんですけれども、僕は Bluetooth のウェアボックスエリートを購入しました。では早速開封していきましょう。中身はこんな感じです。ウェアボックスエリート本体とマニュアルですね。版がいっぱいついてますけれども、では早速見ていきましょう。上から見た感じはこれボタンですね。カチカチ言います。これダイヤル回ります。でここにもねスイッチがあります。で上側に USB があります。裏側にはスイッチと電源スイッチ、これは Bluetooth のペアリングボタンですね。これバッテリー電池が入ってますね。開けてみたらこんな感じです。開けると単三電池が2つ入ってます。これは付属していました。重量はね結構重たくて 422g あります。まあ軽いと操作してる時に動いちゃうので、まあこんぐらい必要なのかなっていうのもありますね。ツアーボックスエリートは Bluetooth 機能を備えた左手デバイスで、主にイラスト制作や動画画像編集などに適していると言います。このデバイスの特徴は多くの回転軸、ダイヤルやボタンが配置されており、直感的な操作が可能です。電源を入れて PC と接続するとダイヤルを回すとカチカチと食感があり心地がいいんですよね。でこのデバイスの魅力はカスタマイズ性にあり、多様な設定が可能で、特にホイールやノブ、ダイヤルが使いやすく設計されています。ボタンの配置や形が独特ですが、どのボタンか覚えやすくなっており、よく考えられているかなと思います。でこれを僕の場合使用するのは動画編集ソフトのダビンチディゾルブで使ってみたいと思います。それではツアーボックスコンソールの説明をしていきたいと思います。こちらのアイコン、ツアーボックスコンソールをダブルクリックしてウィンドウが立ち上がりました。ツアーボックスコンソールって書いてますね。でここにプリセットが、このいろんなアプリケーションがクリップスタジオとかなんかライトルームとかあったんですけれども、欲しいやつだけ残してます。ここにダビンチディゾルブ作ってますけれども、今回の説明のために新規でプリセットを作りたいと思います。このボタンでプリセット新規作成、ここはインポート、プリセットのインポートで、プリセットエクスポート書き出すこともできます。でウェブ上でもツアーボックスのサイトでもいろんなアプリのプリセットがあるので、そこからダウンロードしてインポートしてもいいと思います。で今回はプリセット新規で作成します。ダヴィンチのアプリを作りたいと思います。プリセット新規作成を押します。でここからダヴィンチリゾルブのプリセットがあるので、これをチェックして、でここに名前を、好きな名前をカタカナでダヴィンチって書いて OK。でここにダヴィンチの今作ったやつができました。プリセットが、であらかじめ基本的なことがプリセットされてるんですね。ダイヤルでタイムラインが移動したりとか、そういうのはレーザーでタイムラインを切るとか、これね基本的なことはされてます。でおすすめの設定はここのプリセットオートスイッチってあるんで、これをオンに今してるんですけれども、オンにしとくとアプリケーションを切り替えた時に自動的にプリセットも切り替えられるんですね。これを押しとくと、なのでこれをオンにしとくのはおすすめです。それでダヴィンチの、まあ、ここことかはプレス、このダイヤル、このダイヤルは回転もするんですけれども、押すとボタンにもなります。で、ここは設定されてないので、ここに何か機能を追加したいと思います。それで今、これダヴィンチの画面なんですけれども、これ今タイムラインに猫が公園で遊んでいる動画を撮影したんですけれども、短い動画ですけれども、これを配置して、で、いつもやっている設
定を自動化したいんですね。で、この撮影しているのはいつも iPhone 15 Pro で撮影してるんですけれども、でアプリはブラックマジックカメラ使ってます。でコーデックは Apple ProRes 422、解像度は 4K カラースペース、 Apple Log HDR で撮影しているんですけれども、これ見ていただいたらすごい色味が薄いじゃないですか。これを毎回カラーで設定してるんですね。手作業で設定してるんですけれども、それを一回ちょっとやっていきますね。スペースのカラーをクリックしてカラーの作業に移動します。ここにノードが一つあるんですけれども、これを二つ作って、一番先頭の3に ACES トランスフォームってあるんですけれども、ここ出ない人はこのエフェクト、これをチェックしたら出ます、ライブラリが。でこの ACS トランスフォームをここにドラッグします。でここに ACS バージョンはこのまま、これはこのままで ACS1.3 で、で入力トランスフォームを Apple Log にします。で出力トランスフォームを REC709 にします。でちょっとまあ色つきましたよね。でこのノード2のところにカーブ、トーンカーブで調節します、コントラストを。でノード1ところでサイド、ここのサイドをちょっと上げてあげます。でこの作業を毎回やってるんですけれども、自動化したいのはこのノードを2つ増やして、でこの先頭のノード03に ACS トランスフォームをドラッグして適用して、 Apple Log入力トランスフォーム、アップルログ出力を REC709 にしたいんですね。でこの作業をボタン一つでやりたいと思います。カーブとサイドをいじる部分はこれは動画によって違うので、ここは自動化はしないでおこうと思います。でこのノードっていうのをメモリに保存っていうのがありまして、これ保存することができるんですね。でこれを保存の仕方はこの3つのノードを全部選択して、上のメニューのカラーからメモリで、メモリ A に保存っていうのをやります。でこの状態で、この状態でメモリーに保存されてます。ちょっと一回これを消してみましょうか。で今の中ない状態 でここにメモリー、カラーメモリーでメモリー A をロードってあるので、さっきここで保存したの で今度はロードします。ロードしたら先ほど作ったのができました。でこれをさっきのカラーのメモリー、メモリー A をロードのここにショートカット、ポルトシフト1でロードがショートカットでできるんですね。でこれオルトシフト1っていうのを覚えといて、これをツールボックスコンソールの方にオルトシフト1を押すと、ワンクリックボタンでこのノードを作ることができます。一連の作業の流れを説明しますと、ディット画面なんですけれども、今この真っ白い画像ですけれども、ここからカラーに行って、んでここにノードを作るとっていう流れですね。なのでここのカラーに行くっていうのはこのショートカットで指示しないといけないので、このカラーに移動するっていうショートカットはシフトプラス6でカラーに移動します。ここにノードを作るのはカラーメモリーオルトシフト1ですね。これを指定したいと思います。で今これツールボックスコンソールで、このダイヤルにダイヤルのプレス、この設定したいプリセットを選択して、先ほど作ったやつですね、ダイヤルのプレス、ここですね、これを押すと先ほどの工程が開始されるっていうことですね。でこれ設定するにはこのプレスの設定されていませんって書いてるので、これをクリックします。で次にマクロをクリックして、最初のマクロを作成、プラスを押して、で名前を決めます。カラーにしますね。でここでアクションプラスってあるので、ここをクリックでアクションを作ります。でまず最初に作業スペースをカラーに移動するっていうのがあるので、それのショートカットはシフトロックチェック入れて、ここ6ですね。で実行回数は1回とで OK で、この時点でダヴィンチのワークスペースをカラーに移動できてるはずです。でもう一つはノードを3つ作るっていうやつですね。でアクションも一度押して、シフトオルト1でしたっけね、シフトオルト1で実行回数1回で OK。
でもこれで OK です。移動して空に移動してノードを作って、でここにマクロカラーって入ってるのを確認して、もう一度ダヴィンチ行ってエディット画面ですね。で今設定した、ダイヤルのプレスですね。ダイヤルのプレスをクリックしますね。クリックオン。おお、移動してノード2つ作って、03に ACS トランスフォームアップルログレック709になってますね。でこれがワンクリックで今できました。どの動画にも適用できるので、違う動画を配置してみましたけど、これももう一度ダイヤルのプレスをクリックしますね。じゃこれもちゃんと適用できました。でこっからまあ手作業ですけれども、トーンカーブをいじったり、まあ、ここだけは手作業でやりますけれども、サイドっていうのができるので時間短縮できました。で今まで毎回3つ作ってこれドラッグしてアップルログにしてレック709ってやってたので、だいぶ短くなったかなと思いますね。以上でマクロの設定、ツアーボックスコンソールのマクロの設定をやりました。で補足なんですけれども、このカラーのメモリー、このメモリー A に保存はオルト1でロードはオルトシフト1なんですけれども、最初ねこれ違ったと思うんですよね。これ自分で変えたんですね。このショートカットを違うショートカットと干渉してたのかな。でその場合はメモリーのショートカットを変更できることができますので、変更したい場合は、まあ、左上のダビンティリリゾルブのキーボードのカスタマイズからこのカラーかな、カラーカラーの中のメモリー、これを開いてここですね、メモリー A に保存ロード、でここがここを変えたい場合は×を押して、まあ新しいやつを打つことで違うショートカットキーに指定することができます。一応キャンセルしておきますね。あとは、まあ、ツールボックスは本当に何でもショートカットというか簡略化ボタン一つでできるんですけれども、例えばこのクラスターっていうメタバースプラットフォームクラスターっていうのがあるんですけれども、これ自分のアバターを操作してます。ここの下の方にエモートってあるんですけれども、エモートって押すとこう右にこの座るとかうたた寝とか笑うとかびっくりいいねっていうのがあるんですけれども、まあ、結構ねいっぱいあるんですよね。でこれを例えば友達とコミュニケーションするときにエモートで、で結構下の方だと探すのが大変な時があるんですよね。会話って結構スピーディーなんで、でこういう時にツールボックスを使うこともできます。例えばよいしょ、ツールボックスで立ち上げまして、新規で毎回プレセットを新規でやって、まあ、ここカスタムプレセットで、ここにないので、クラスターは。で、カスタムプレセットで、ここに名前をクラスターって打って、OK。で、ここにクラスターが現れました。で、関連付けのボタンを押して、で、今立ち上がっているアプリのクラスターを選択して、保存します。で、ここがクラスターになりました。で、どのボタンで、まあ、今、ドラムボタンもセッティングされてないので、適当にこのトップボタンにエモートを当てはめたいと思います。トップですね。ここですね。ここですね。で、これを押して、で、マクロですね。マクロを押して、最初のマクロを作成。笑うエモートを作りますね。で、アクション。で、マウスのキーですね。マウスのキー。で、マウスの左ボタン。で、実行位置。マウスの左ボタンのクリックをどのこの画面の座標にするかっていうのをこれで決めることができるんですね。で、ここをこの青いところをクリックして、実際のクラスターの画面のどこをクリックするか。で、このエモートの X1511Y1313。ツールボックスのボタンをどれか押します。どれか押すと決定されます。で、ここに決定されました。で次にアクション、ここのエモートの画面が右から出てきたの でここに笑うですね、笑うをクリックしたいのでアクションもう一度でキーか、キーで左マウスボタンで実行位置を決めます。これ笑うで、ここのここにカーソルを持ってもう一度ツールボックスのボタンをどれか押します。でここの座標に決まりました。で OK。
で今度はリモートのこの×ボタン、この画面を閉じるまでやりましょうか。でもう一度アクションでキーで実行1、この×ボタンのところにカーソル持っていってツールボックスのキーをボタンを努力押します。で OK で、この一連の3つの流れやりました。トップにね。でこれを1回やってみますね。トップボタンを押しますね。ピッて押したんですけれども、ここのエモートの画面まで出てきて、カーソルはこの×のところで止まってますね。っていうことはこのちょっと早すぎるんですよね。これカチカチ笑って閉じるっていうまでが高速でされすぎてるんですね。でそういう場合はこの間に遅延時間の隙間を開けてあげますね。このディレイタイムで50ミリセックがマウスボタンここを押した後に50ミリセック間隔開けてあげます。ここの間にもプラスボタンを押して遅延50ミリセックで、この間に作業と作業の間に50ミリセックの遅延を上げて、もう一度あれもっといるのかな、ここは出たでしょ。でここがこの間もっといるのかな、200ミリセック、ここがお、できた。だからこれを押してから、ここの笑うのボタンを押すまでに500ミリセック入ってますね。入れたらできましたね。これを押してから、笑うボタンを押してから、バツで閉じる、ここ500ミリセックでいきましたね。で笑ってからバツボタンで閉じるまでが200ミリセックでいきましたね、まあ、っていう感じでアプリによってちょっと間隔開けないといけない。お、いきましたね。かもしれないですね。でこのボタンでトップボタンを押すことで笑うエモートを一瞬でワンボタンで作ることができました。これすごくないですかね。これ結構使えるかも。でこれをいくつも違うボタンで、例えばトールボタンでマクロ でこの笑うをコピーできて、次はハートにしようかな。ハートを作りました。でここの最初はここのボタンを出して、右からガッと出てくると、このボタンです。ここをここの座標をだけ変化させたら、このハートに、よし。であとは同じですね。で今度このトールボタンを押したら、いい、あとできた。トップボタンで笑う、ハートボタンで、じゃあ、トールボタンで、おー、すごい、自動化できましたね。これで迅速なコミュニケーションができますね。っていう感じで、いろんなアプリによって使い方あるので、なんか、考えてみるのも楽しいですよね。いろんなアプリを自動化できると思うので。っていう感じで、今回はツールボックスエリートを使ってみたでした。今回も動画を見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。X も登録してね。